こんにちは。アマゾイスサポーター、堀秀夫です。今日私の個別サポート、それのサポート内容についてご紹介します。まずチャットサポート。これは回数無制限でついてきます。それからスカイプ相談が月2回、1回45分の予約制です。それとサポートメルマガを週3回、月曜、水曜、金曜日に発行しています。それからサポートサイト。で、初心者でも稼げるようにサポートしています。パソコン操作が苦手でも、英語ができなくても、転売経験がなくても、私のアドバイス通り実践すれば、半年で Amazon シットビジネスで稼ぐスキルが身につくサポートです。最近、10年以上前からメルマガや動画を見ていた人にサポートに入会していただきました。10年以上サポートを続けている人は滅多にいないので、信頼できると思ったというのがサポートを受けようと思った大きな要因だそうです。非常に嬉しいです。私はきちんとしたサポートを提供しているので、12年間サポートを続けることができています。サポートをしていて思うのは、ほとんどの人はやるべきことをやらずにやりたいことをしているということ。そこで客観的に状況を判断して、やるべきことをアドバイスするのが私のサポートです。同じ時間や労力を使っても、やるべきことに集中するだけで利益は増えます。最重要ポイントは商品選び。相談方法。商品をどのように選んで探すかアドバイスします。月額3万ドル売り上げたサポートの実例です。あなたの近所のどの店に行けばよいのかまでアドバイスします。このようにね、質問いただいて返事をするというのがね、非常に早いのがわかると思います。2時12分に質問していただいて、2時20分に返事をすると。さらにその返事が来て、25分、5分後に来て、さらにその返事を3分後にすると、ね。昼間パソコンの前の時はこれぐらいのスピード感でサポートをしています。また、いくらで売ればよいか、売れなかったらいくら値下げするかもサポートしています。このように、ね、どういう基準でやりましたかと。じゃあ、いくらにしましょうというところまでサポートしています。どんな初心者でもアドバイス通り実行すれば稼げるようにサポートしています。何しろね、もう本当に手取り足取りという感じでこの回数無制限のチャットサポート。そしてね、チャットにうまく書けない、あるいは直接話した方が状況わかるなという場合はね、スカイプ相談なんかも使っています。こうして見つけた商品ごとに、オーストラリアアマゾンの URL、商品のカタログページの URL、仕入れ価格、ね。売れた商品の補充の場合は、この2項目にプラスして、販売するまでにかかった日数、FBA 在庫数、輸送中の個数を教えていただければ、次に何個納品すればいいのかまでアドバイスしています。またね、新規出品の場合は、ライバル状況、利益率を見て仕入れの可否をアドバイスします。仕入れましょうとかね。やめましょうというのをね、客観的に、これは儲かりそうだな、これはちょっとリスクが高いな、そういうのをね、私の、何千人とサポートしてきた中の経験をもとにアドバイスしています。相談者の性格や資金内容、目標金額によってアドバイスは異なり変わります。それから売れた商品の補充の場合は、ライバル状況、利益率を見て何個仕入れるかをアドバイスします。こちらも相談者の、ね、性格や資金内容、目標金額、商品によりアドバイスは変わります。ここまで丁寧に対応するサポートは他にありません。スカイプサポート、チャットワークサポート、質問回数無制限です。もちろん、Amazon への登録はわかりやすくナビします。Amazon や購入者からの連絡もコピペだけで OK の手軽さでサポートします。時間管理やモチベーションの維持もアドバイスします。あなたが Amazon 市で稼ぐために役立つことは何でもサポートするフル個別サポートです。